はいえずね主人公はこの赤く書いてあるこのナタリーですねナタリーさん <laughs> ナタリーさん3つけるすると変な変だけどナタリーねえっとね舞台はフランスですはいそしてえー、っともう一人の主人公がこちらのフランシスって書いてある男ですねこれフランシスですこの二人が主人公ですはいでえっともっともちろんあのたくさん主人公いるんですけどももうかいつまんでねこ,こ,でこのこのこんな感じで進めていきますはい。 でえーとね、ナタリーはあのお嬢様ですね大金持ちのところのお嬢様、まあ、大体一条ゆかりの,あの漫画の主人公はその大金持ちというパターン多いんですけどお嬢様でございますでこの初代フランシスって書いてあるんだけどもこの初代フランシスっていうのが、えー、とこの家に、えーとね、孤児だったのかな孤児だったんだけどもこの家にもらわれてきて、えー、仲良くなって育つんですよ一緒にね、うん、で恋仲になるわけですねはい。であのー 結婚したいって2人は思うんですけども、まあ、身分が全然違うんで、まあ、当然全然反対されちゃうわけですよで2人はですね駆け落ちをします、はい、で駆け落ちをするんですがその途中であの探しに来るんですけれどもでその時にあの事故でですね崖からね2人とも落ちてしまうんですねでナタリーは助かるんですけどもフランシスは行方不明になってしまうんですこのフランシスが行方不明になって、えー、5年経ってしまうわけですね で昇進のなたリはずーっとフランシスを探してるんですけれどもやっとフランシスを見つけるわけですよ。あの,ちがあの片田舎で生きてたわけですよフランシスは。生きてたんだけども記憶喪失になっていて違う女性と結婚して5歳ぐらいの男の子がいるんですあのもういるんですよ。うん名前まる子だったかな。えー、っとねそういるんですもういるんですよ。で 会った途端フランシスは記憶を取り戻すんですがその時にまたしても事故で車にぶつかってしまってですねよくあるパターンなんですがあこ,れこれから先言ってきますが相当悲劇がたくさんありますからね、はい、そういう暗いお話でございますからであのフランシスが、ね、車に、ね、ぶつかってしまうであの跳ねられてねあの意識不明の重体になってしまうねで、えー、とそうなって えっとね、死んじゃうんですよ病院ででその後にフランシスのその時に結婚していた奥さんもあの実はね後追い自殺をしてしまうんですねはいで子供だけ残るんですよそのマルコだったかなその子供だけ残るんですねであのそうですねマル,コあのそうマルコが残ってそれを あのナタリーが「引き取る」なんと引き取るんですよ全然見ず知らずの見ず知らずのというか、まあ、フランシスの子供だけどね違う女と作った子供をあを引き取るんですしかもあのそこにフランシスって名前を付けるんですよ、まあ、あまりに好きすぎてフランシスのことをあまりに好きすぎてナタリーがその子供を引き取ってフランシスって名付けるんですでこれがこのフランシスですはいこれも大人になったフランシスですけども当然5歳ぐらいからのね フランシスがいてで育て育るわけですね、はい、でその時、えーとね、ナタリーはね仕事としては童話作家ですね童話を書いてあの生活してるんですね絵本みたいなねお話ですねで、えー、と育てるですねであの学,生学生の、えー、と時代がこうあるんですけれどもその時にいろいろもう 話はあるんですけれどもその時にですねこのここにフェランって書いてありますねこのフェランっていうのがあの同学年にいるわけですでこれはえっ、ー、とまあ見ても分かるようにちょっと悪ガキな感じですね、うん、でえっ、ー、とですね割るきなんだけども非常に頭がよくて本当はいいやつっていうあのパターンですねよくあるパターン本当はあは優等生のガリベンタイプのやつの方が陰湿でこういうちょっと悪っぽいやつの方が実はすごくいいやつで。 あのねえっ、ー、と頭も良くてっていうパターンですでフランシスっていうのは本当にあに天使のようなあの性格でね誰からも好かれるこのいい子なわけですよ優等生というか天使のようなねあのイメージでずっと育っているわけですねでフェランは逆なんですよね。うん、なんだけど、えー、と同じあの宿舎なんですね学校っていうかその全寮制っていうのは何ていうの あの宿舎で同、ね、同じじにななるわけですよ、ね、同じ部屋なんですす部屋んよでフェランが喧嘩するとこっちもあのフランシスも一緒に罰を受けたりするんですけどもねそんなような感じで初めあの仲違いするんですけどすごく仲良く親友になるわけですよ。はい、でまあまあいろいろ学生時代のお話もありましてで実はですね,な、えっと、ねナタリーとフランシスはもう当然親子のように育つんですがいつしかフランシスもナタリーのことを 密かに憧れるわけですよ。非常にこう好意的に母親というよりも、あの1人の女性として好きになっていくわけですよ。で、ナタリーもどんどんこの初代フランシスに似ている。えー、とこっちのフランシスの方を実は子供を育てているはずなのに好きになってしまうわけですね。うん年齢差は156ぐらいだと思います。あ、違うかいや、サブそんなもんですね。そうそう、そのぐらいだと思います。なんですが、どんどんね。お互いにね。惹かれ合ってしまうわけですね。はい。 でそんな時にですねここにえっ、ー、とね「ミルフィーヌ」って書いてありますけど「ミルフィーヌだ」だミルフィーヌミルフィーヌっていうこれも非常に、えー、お嬢様ですねあのいいとこのお嬢様が現れます。でこれはあのフランシスと同じ年が1個下ぐらいかな1個か2個ぐらい下ぐらいの、えー、と立ち位置で現れるんです。で非常にわがままであの、まあ、非常にかわいいので。 周りがもう何でも言うことを聞いてけるっていう典型的なお嬢様として登場します。はい。で一方的にフランシスのことを好きになります。ここね。はい、よくあるパターンで。で、あのまあフランシスもまあ同じぐらいの年だし、好きっちゃ好きなんだけど、まあ全然もうどっちかちゅうともうどっちかじゃないやもうナタリーの方に夢中なんで、そんなにミルフィーヌのことはね。 気にかけないんですすすよよねだけけど優優ししいからやっぱり優しくするわけで,すよ、はい、でミルフィーヌはもうあのすごく好きなんで,で親としてねここの,あの両親がそのうちあのあれですね婚約をこのフランシスとしたらいいんじゃないかっていうお話をこう持ちかけるわけですよ。でその間にですねこのナタリーの方は非常に精神が不安定になっていくわけですよ。 まあもちろんこことここが結ばれるのはあの自分でもダメだって思ってるんだけれどもそこにこのミルフィーヌが登場してこうフランシスが取られそうになるわけですね。なのでこのナタリーは非常にこう精神的にこうやばくなっていくわけですよ、はい。で仕事に没頭したり違う場所に行ってみたりねいちょっと一旦離れてみたりいろいろあるんですけどでそっちでまたナタリーはナ,ツナタリーで違う男性からプロポーズ受けたりいろいろまああるんですけども。 でねあのそう今度ね婚約をしたらいいんじゃないかってさっき言ったけどこうねなりますねこことここはね。でなったんだけれどもあのまあフランシスはやっぱりそれはちょっとできないと断るわけですね。でその時にですねあの、まあ、ついについにというかこの2人がもう意識見を確かめ合ってしまうんですよね。で愛し合っていいることが、まあ、お互いにも もう止められないと2人で、ねうん、なのでもう開き直りじゃないけどもじゃあもう一緒に、ね、なろうという展開になってくるわけですよ。まあ、もちろんあの,の輪はつながってないですからね全然関係な赤の他人なんで結婚できるわけですよ年の差はあるけど。なのでもうここはもう二人にまず、ね、くっつくんですよ。でくっついてとりあえずはここで幸せになるんですがここに。 ミルフィーヌがどうしても我慢できないという納得できないということで、なんと詰め寄るんですねナタリーにね。でその時にナイフを持ってきてしまってナイフでナタリーを衝動的にね衝動的にこう押そうとしてしまうんですよ。でその時にナタリーが避けて避けた時にミルフィーヌの足に自分のナイフが当たってしまって。 足を切っっててしまって結構傷が深くててでですすねね車椅子生活になってしまうんです、ね、足が不自由になってしまうそのことによってはいでそこのことによってあの非常にフランシスが責任を感じてしまってあのミルフィニーユにまたちょっと優しくしたりするわけですよで病院に見舞いに行ったり ですね、あのどうしてもミルフィーヌはもうフランシスの気を引きたいので病院でもわがまま言うんですよあのフランシスが来ないとご飯食べないとかこうわがまま言うわけですねでフランシスがあ親がフランシスに電話をしてで僕はもう会いたくないって言うんだけどもまあそこまでミルフィーヌが言っているので行くわけですよだけどこのナタリに言いづらいんで言わないで行くんですよね うん、はいよくあるパターンで,でそんなところにですねあの2人が2人の間にです、ね、子供ができるんで妊娠するんですよナタリーが妊娠します、はい、ナタリーは大喜びなわけですよ、ねうん、であの大喜びなんだけれどもこのフランシスは心配かけないように内緒であのミルフィーヌのお見舞いに行くとはいでそ それがちょっとバレてしまうんですねナタリーに。でナタリーが知ってまたこれ大ショックを受けるわけですよ私に内緒で、ね、ミルフィーユにいに行っているともう誤解が誤解を生むわけですよもういつもの通りあり皆さんのご期待通りね。でもう非常に精神的にもうやばくなってしまうわけですね。でそんな時にフェランがあの、まあ、あのフランシスをね怒るわけですね。ちゃんとしろと。うん でその時にね、あのその時にってわけでもないんですが実はフェランはですね、はい、なんとここでですねあのフランシスのことが好きなんですよ。はい、ら出ましたあの、B、BL ってやつですかになってしまうんですねこれ。BL なんですがあの、まあ、もちろんフェランはフランシスのことがねそういう意味で好きなんだけれども、まあ、冗談だよと嘘だよと。 であそうそうフランシスがね「いやでもいくら親友の君でもそれには答えられない」って言うんだけれどもじゃあその言葉を聞きたかったからあの嘘をついたんだみたいな話になってそれをちゃんとナタリに言えと、ね、言うわけですよだけどフェランは結構本気でこのフランシスのことを好きなんですよね。うん、でまあここはですねあのご期待に添えられないんですがそれ以上進展はないんですがねそ,うそ,れそれで話を持って戻りますけどももうこの辺クライマックスになってきますよ。 ナタリーがです、ね、フランシスが、ね、この見,るに見,舞見舞いに行ってるこのショックで,です、ね、こ赤ちゃんができたんだけれども流産仕掛けるんですよもうやべえとなるんですよあの階段から落ちるんですよそ,うそ,う階段からそのショックで階段から落ちてしまってやばいとなるんですね、はい、で病院に担ぎ込まれました、はい、で病院にめ担ぎ込まれてベッドの上でいる時にですねあのここには出てきていませんがこの,あのナタリーの 親友の女友達にエレーヌっていうのがいましてそのエレーヌっていうのがですねあの、まあ、エレーヌも同じように妊娠たまたま妊娠してですねであの隣の病室にいてそこで女の子を産むわけですよ。ね、でちょうどそのナタリーがね入院してるときにね、ま、全く同じ時にで女の子を産むんですが、えー、っとそれを、ね、産むんですけどもね,ねナタリーが気づいたときに。 はあナタリーはんですよ。で流産してしまうんですけどそれをフランシスがあの辛いけどもこう告,げる告げるんですよね。はい、告げるんですがナタリーはいやだって自分で女の子フランシスは女の子だったんだけれども、ね、赤ちゃんはこの間にできてる赤ちゃんは女の子だったんだけど流産しちゃったよと言うんですが。 ナタリーは信じないわけですよなぜかというと私は自分であの赤ちゃんの声を聞いたって言うんですよでもそれはエレーヌが産んだ赤ちゃんのこの声なんですねそれを勘違いしてナタリーは赤ちゃんを自分で産んだって言うんですよでこっから、うん、あの一条先生あのお得意のですね <laughs> お得意のじゃないんですけれどもあのナタリーは実はですね若干精神的に病んでしまいましてそのまま いいない女の子に名前をつけて育て育るんですよ、はい、であのもちろんいないんだけれどもいるようにずっと、ね、育てるわけですねあ育てているあの生活をするわけですよそうすると幸せだからね。でフランシスもそれに合わせるんですよ。それに合わせて一緒に暮らして2人で一緒に暮らして女の子がいるっていう体で暮らすんですよ。はい、でその時 ちなみにフランシスは絵を描いてて画家としてあのなんとか成功したするかなぐらいな勢いな感じですね。はい、まあこの連中はあの基本的にお金に困んないですから、はい、<laughs> そう基本的にみんな大金持ちなんでっていうかあのみんな才能あるんでお金がなくてもちゃんと生きていけるあの、ね、人たちなんでこの,この連中は基本的にはそのお金には困んないっていう設定ですね。あの幸せにこの2人は、ね、暮らすすんですよで ししばららく暮らしてるんで,でたまにフェランが見に行って大丈夫なのかみたいな話で「いや自分はねあのこういう生活しても結構幸せなんだ」と「これこの幸せはねすごく大事なんだ」ってね言ってねあのフランシスはねナタリーとね2人で暮らしてナタリー正気に戻んないんだけど正気に戻んないんだけどそれでもフランシスはすごい幸せそうに暮らしてるんですね。でえっとですねそんな時にですねフランシスがちょっとね外出した隙にナタリーがちょっとそれを探しに行くんですよ。雨降ってて そこで倒ナタリーはですねあの風をこじらしてしまってあのやばい感じになってですね肺炎を起こしちゃうんですよ。であのフランシスが一生懸命看病するしているであの今夜が山田みたいにこうなるわけですよね。うん、でえー、っとですね看病しているとナタリーが気が付くわけですよふと。ね、何日か経ってね23日経って。あ気が付いた。 ですねねフランシスは、ね、それをあのどうも様子が変なんですけれどもなんとその時にナタリーはですねあの正気に戻るんですよそれで、うん、全くの,あの元のナタリーに戻るんですよ、ね、でみんな喜ぶわけですよフランシスも喜ぶしもうみんな喜ぶわけですでその時はちなみにフラあのミルフィーヌもだいぶ改心してまして ごめんなさいっていうことで自分のせいでこんなことになってしまってっていうことでだいぶ改心してますはいええ、<laughs> そうでみんな喜ぶんですよでおこれ何しあのー、これでハッピーエンドで終わんのかなと思ってページをめくるとあの腹、ー、っぱみたいなところにで、ね、寝そべってるフランシェスがいるんですよで寝そべってるんですがそれの目に涙が溜まってて泣いてるんですね でそこにさっき言ったエレーヌが産んだ女の子がやってきて、えー、34歳ですかね34歳ですかね「フランシス何で泣いてるの?」って聞くわけですよ。うん、でそうするとフランシスはいや何でもないだって言ってあの懐かしい夢を見ていたんだってこう言うんですよ。ねうん、であのフランシスは最後にその女の子に「あの 好きな絵本を持っってておいでで言うんですよあの読んであげるからねってそしたらその女の子はエレールの子供はこのナタリーが書いた昔の童話を、ねえー、あの持ってきてこの童話がすごく好きだからこれを読んでっていうフランシスに言うんですよね。でそれが最後なんですよ。でさいあの最後のページにはナタリーがこう空にこう浮かんでるようなっていうかねそういう絵で終わるんですけれども。 非常に説明が下手で申し訳ないんですけども、まあ、結局のところ肺炎でナタリーは、ね、亡くなってしまうわけですね。うん、だから全くの,このハッピーエンドじゃないんですけれども、ねはい、そういう非常に暗いお話なんですが <laughs> これを、ね、全7巻にわたっていろいろなっております。これが、えー、砂のの城という、えー、漫画の 大体のあらすすじでございますでちなみに何で砂の城かっていうとですね一回だけ出てくるんですけどもあの砂浜で2人であれだったかないる時だったかなあの「人生って砂の城みたいね」って確かナタリーが言うのかなあの一生懸命作ってね砂でこう作り上げても波がザーってさらってしまうと「人生ってそんな感じよね」みたいなことを言うんですよね。 それ,それが「砂の城」というこの題名の,あの由来かなと思いますけどもね、はいまあ、ちなみにですねこれあの結構このフェランがね非常に僕は気に入ってましてですねいい味出してると思いますね、はい、あ,のあれみたいあの小さな声のメロディーの,あのマーク・レスターじゃない方の男の子みたいな感じですかね、うんまあ、一条ゆかり先生がそれをあれしているかどうかは知りませんけど。 はい、まあ、そんなわけでした。はい、どうもありがとうございました。